若い頃のヨハン・ヤーコップ・ボードマー晩年のヨハン・ヤーコップ、ボードマーヨハン・ヤーコップ・ボードマーは、スイスの文献学者である。大学で進学を学び、商人の修行を経た後、スイスの歴史と政治の教授として、チューリヒのギムナジウムに勤める。彼の活動で重要なのものは、中古ドイツ語文学の再発見と、ホメロス及びジョン・ミルトンの翻訳である。 他方、彼が、ホーエンエムス城の図書館で、ニーベルンゲンの歌の写本シーを実際に発見した、ヤーコプ・ヘルマン・オーベライトから、その栄誉を奪ったことも知られる。ボードマーがドイツ語文学の歴史に果たした決定的な、貢献は、彼が、友人のヨーハン・ヤーコプ・ブライティンガーと共に、ドイツ語文学の、分断の法王だったヨハン・クリストフ・ゴット・シェートに、対して行った論争である。 ボードマーは1740年の著書、ボエジーにおける不思議なものに関する批判的論考で自分の文学理論の原則を表明している。彼はゴッドシェートが推奨するフランスの手本に対し、ミルトンのイギリス感覚主義を好意的に扱い、そして古典崇拝に対して中世を高く評価した。これによって彼は、 ロマン主義に決定的な影響を与えることになった。ボードマー、ブライティンガー、ゴッドシェトの間で繰り広げられた論争は、ある意味、フランスでの、新旧論争のドイツ語版であった。ヨハン・ハインリヒ・フュースリー、ヨハン・ヤコブ・ボードマーと語るヨハン・ハインリヒ・フュースリー、ボードマーは、チューリヒの文学活動を特徴づけることになった彼の影響と並んで、この街の図書館の歴史にとって、 重要な人物でもあった1722年に彼は町の図書館協会に加入し、1758年にその副会長となった。ボードマーの提案によって協会は施設の名称を私立図書館と改めた。さらにボードマーは私立図書館に多額の資産と個人蔵書の主要なものを依存し、それは彼の死後の図書館の蔵書となった。 チューリヒの生んだ重要な人物にして、図書館の講演者へのオマージュとして、現在でもチューリヒ中央図書館の入り口の上、コンラート・ゲスナーの右側に、ボードマーの立像が並んでいる。チューリヒの演芸地区のボードマー通りは、ヨハン・ヤーコップ・ボードマーにちなんで名付けられた。チューリヒのボードマーの家1772年頃ありがとうございます。